米国女子、イスプスハンダスコットランド女子オープン3日目、17日、ダンドナルドリンクス、スコットランド、6563YD、パー72、初日1アンダー23位と上場のスタートを切った勝つ南だったが、2日目、3日目とオーバーパーのラウンドが続いて4オーバー43位。この日の、73、にも、もうちょっといいゴルフができたのかな。 と悔しさを滲ませた。スコットランドでのゴルフにおいて、特にスコアメイクに関わってくる風への対処に神経をすり減らしている。自分が思っているよりも、やっぱり風がすごく強くて。特に多いのは、右風で左に引っ掛けるミス。もともと右のミスを嫌う傾向があるふん、右風が強いと頭ではわかっていても、右を向き切れないのが悩ましい。 さらにサイドのブッシュや奥のバンカー、手前のクリーク、小川。打ってはいけないエリアの視覚的なプレッシャーも、大胆なトライへの決意をなまらせてくる。加えて、風にも強弱がある中で、めっちゃ右向いて打ったら、全然曲がらなかったりもするから。裏切られて手痛い失敗をした記憶もちらつき、保険をかけた打ち方をして左に持っていかれる悪循環から抜け出したい。 厄介な風と格闘して連日グリーンを外すシーンも増えるが、粘り強さも見せている。この日最難関ホールだった4番、パー3、ワティショットをグリーン右手前に落としたが、パターで傾斜を駆け上がらせて、オーケーにつけ、悠々とパーを拾った。去年出て、いろいろ鍛えられた部分もあって、今週使えているのかな。このリンクスで経験する一打一打は、 滑り込み出場を決めたばかりの自習 AIG 女子オープン前衛女子スコットランドセントアンドリュースオールドコースにもつながっていく浮課税の嫌なイメージを払拭したい最終日へもう信じると笑ったイメージしたところに構えるまずそれを意識します腹をくくって決め事を貫くスコットランドアーバイン亀山康弘